2000年代ヤクルト年度別チーム最多セーブ。2000年高津慎吾29セーブ。2001年高津慎吾37セーブ。2002年高津慎吾32セーブ。2003年高津慎吾34セーブ。2004年五十嵐亮太37セーブ。2005年石井宏敏37セーブ。2006年高津慎吾13セーブ。2007年高津慎吾13セーブ。2008年イムチャンヨン33セーブ。2009年イムチャンヨン28セーブ。2010年イムチャンヨン35セーブ。2011年イムチャンヨン32セーブ。2012年バーネット33セーブ。2013年山本哲也11セーブ。2014年バーネット14セーブ。2015年バーネット41セーブ。2016年秋吉亮19セーブ。2017年秋吉亮10セーブ。2018年石山太一35セーブ。2019年マクガフ11セーブ。2020年石山太一20セーブ。2021年マクガフ31セーブ。